聖太公、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 同公十五年十月十日、千八百三十五年十一月二十九日、公所三十四年十月二十二日、千九百八年十一月十五日、は、真の皆豊神門の川秀、同地神門の母、清真っ貴の権力者、満州、貴人、愛貴人の家へなら、家へなら、墓の兵社下、 エホナラ市の出身。黄金武志皇后、黄金健康后、満州後、天舎、非戦がギングギエレトゥハワンヘオ、または、磁気大皇。動物児、ラオフオイエとも呼ばれる。中国語では、磁気大皇、CX、大保 2C 捕ないし、ナヘシャゲ、皇大皇、聖大皇、在大保 C 大法。英語では、エンプレスダウェイジャー。 公体号という呼称がよく使いれる。要名は、男児。至近場内における三人の公体号の住む場所によって、中宮の、東宮、東大号、第二夫人、二るし、慈安公体号、母皇公体号、西宮、西大校、第三夫人、次期公体号、西母校体号と区別して呼ばれた。記号と合わせた指号は、黄金時期炭。 有効音外症予想誠受教金剣早期、配点教制健康法。生体校とはもともと皆豊かみ角の第二、夫人であった東大豪、慈安高大豪と対になる名称である。皇帝との間に男子を生んだ生太校に対し、東大豪は皇帝の性質となったが男子、四次を産ことが叶わなかった。それでも、 儒教の論理や民の工部帝の素法のしきたりにより、東大豪は、磁気皇帝の着母となることが決められており、聖大公自身は、生涯において皇后になることはできなか。南豊か帝奉御に伴い同地帝が即位すると、皇后は皇太豪として、東大豪となり、同地帝を生んだ聖母も皇太豪となり、聖大公と呼ばれるようになったのである。宮中に入る、 以前の生は家へならで、幼名は、乱児。数え18歳で高級に入ると、乱気人となり、後に、記号を、意に変えた。昇進するにつれ、意気人から、異品、そして、男子誕生により、意気比、ネスケワイフとなった。皆豊か三角放御後は、次期交代号となったが、当時の式たりではめでたいことや吉兆があるたびに文字、追加されるため、息子、 同地帝の結婚により、橋湯が追加され、直器炭、有効大号、ジラン・フー・ツリ・タブ・カーマンがハワン・大平となり、同地・ミカドの申請開始で、コート外が加えられ、その後も、吉次のドニに,に文字ずつ追加されて、最終的な死導は、黄金直器炭、有効オ外症予想を誠受胸筋剣装機、廃天強制剣皇号となった。近年、生態校の弟、 桂ツラの飛行を名乗るナネタダシが、我がところをともみち的、直行退合、中国書店、二千七年で、聖太鼓の本名は、アンズペン、高広退合の本名は、聖カオルであるという説を提唱してから広まったが、ナネタダシの語る話には、矛盾が多く、信憑性には、疑問が残る。聖太鼓の出生地は不明で、アンキショウ説、ウチモンゴルの夫婦仏説、 三世章、長寿説など諸説があるが、近年の学会では、北京出生説が有力とされる。聖太公の父親だった恵み印は、新朝の中堅官僚で、最終官職は、安記寧朝の広道の動員だった。恵み印は1853年、安記章の赴任先で、太平天国の乱に巻き込まれ、その振動により、同年6月3日、7月8日に、 新校で病死した。1852年、数え17歳の時、3年ごとに、資金上で行われる公費選定面接試験、選修所を受けて合格。翌年の5月9日、6月26日、18歳で、皆豊か御門の高級に入って、乱基人となった。後に、乱から、異に、記号を変えており、基人から、異品に進んだ。ちなみに、 皇后は、二を古し、後の東大王であった。1856年、南豊か三の長男、愛新角羅はじめ厚し、南豊か三の唯一の長く生きた男子を生み、その功績により、生き日に昇進した。アロー戦争により、熱火に逃れた南豊か三角は1861年に、崩御した。南豊か三死後の政治の実権をめぐり、 はじめあつしの聖母である、息きひとみなゆたかみかどの異名を受け、はじめあつしの、貢献となった八人の、子、いのち大臣、蔡園、短歌、祝人らは激しく争った。息きひは、皇后、におふるしとみなゆたかみかどの弟で当時北京で、外国との接衝にあたっていた、共進農益剣を味方に引き入れた。そしてみなゆたかみかどの棺を根っかから北京へ運ぶ。 途上でクーデターを発動し、蔡演、丹価、祝順らを処刑、新友政変、1861年試権力を掌握した。北京帰還後、はじめ厚氏は、同地帝として即位し、皇后中、六氏は、治安皇太后、一期日は、次期皇太后となったが、治安太后は、紫近城の東の宮殿に住んだため、東、太后、次期太后は、 西の宮殿に住んだため、聖太鼓と呼ばれた。当初は、東太鼓と聖太鼓が、同地三角の貢献として、水連調整を行い、共振脳が、犠牲大臣として、政治を補佐するという三党政治であったが、東太鼓は政治に関心がなく、実質的には、聖太鼓と共振脳の二党政治であった。1874年同地三角は大根を機に、 申請を行おうとしたが、若くして放御した。この時代にも、聖太校は、ソリの合わない皇后、か純皇后、後に遊兵され死亡したと皇帝を無理やり罹患すると、依然として、権力を握っていた。道地三角の死因は、天然と梅毒のいずれか解明されていないが、一説に、道地三角は、天京の売春宿へ通うようになり、そこで感染したという説がある。 現代中国では天然痘か梅毒か学者の間でも意見が分かれているが日本では天然痘によるものであるとされている。同知帝は子供を残さずに指揮をしたため後継問題が持ち上がった。通常、後為継承は同世代間では行わないことになっている。この場合名前に初めの字がある世代は皇帝候補者とはなり得ない。しかし、 自身の権力低下を恐れた聖大公は、その通例を破り、他の皇帝候補者よりも、血縁の近い妹の子、父は、厚心の植はじめ、祭典を、公所帝として即位させ、そして再度、東大豪と共に、水連調整を行い、権力の中枢に居続けた。1881年、45歳の東大豪が、突然死去した。 公式発表は病死であった。民間は元より慎重交換にも公然と会議を表した者は多いが、脳卒中と考えられている。また1884年、清仏戦争敗北の事後処理に際し、海戦に危惧を表明していた喪失の実力者、安志農役駅県へ責任を被せ、失脚させた。東大号の死去と共進能の失脚により、 生太校は慎重において絶対的な地位を確立した。1887年、公所帝の青年に伴い、3年間の訓政という形で政治の貢献を行うことを条件に、公所帝の申請が始まる。1888年には、自身の名を、公所帝の皇后、後の高広皇太后に推挙している。同地、高所領帝の在位期間、生太校は、 宮廷内政治に手腕を発揮する一方、表の政治においては、業務運動を推進する、祖国藩、李公省、佐相等、朝のほらら業務派官僚を投用した。業務運動がある程度の成果を上げて、新朝の威信が回復した期間は、同治中高と呼ばれる。しかし、業務運動は1895年の日清戦争により挫折する。新朝の敗北は、 北洋艦隊の予算不足により、艦船は整備されたものの総連が遅れていたことが主要因とされている。北洋艦隊の予算の不足については、1885年から始まった岩縁の再建と拡張に伴う予算が不足気味となったため、予算を内務増え、数百万両ほど流用したことや生態校の大ことぶき、60歳を祝う祭典で、 沢の出をしたことが影響している。日清戦争の敗戦と高所邸の実質的な申請開始に伴い政大公は政治から身を引くことを表明したが、朝廷への上層の内重要因があるものはすべて政大公のもとへも回され、また、高所邸の発言や動向を勘案に報告させ、重要施策についての意味を単独で出すなど、依然として権力を持っていた。 1896年には、聖大公の超愛するアダレン財という宦官が、政権の返還、公所定の申請を見守ること、延命へのおさむ改築凍結、海軍経費の岩縁への流用即時停止などを意見、したが、聖大公はこれを業務へ送り処刑している。日清戦争の敗北後の公所21年、1895、技術的な改革に過ぎない、業務運動ではなく、 体制的な改革を推進する変法運動が起きた。変法派に共感する公書定は明治維新に習って政治、行政制度の改革を目指した変法派の高位、両警長らを登用して1898年に体制の抜本改革を宣言した。これを土の犬の変法、別名母術維新、変法自教運動、百日維新という。 生大校は当初改革を見守る姿勢をとっていた。しかし、急速かつ急進的な改革に対して親党とや、軍機大臣を含めた地球派の高官と官僚層の間に不満が高まっていった。多くの官僚、次第部は、皇位の公司改正説などに賛同せず、表敬奮や蝶のほらのより穏健な改革論を支持した。 変法運動は支持基盤があまりなく広い支持を得ることはできなかった。もともと蝶のホラと幸運は西洋文明の精神は中国古典の中に示されているという不快論者であり、中学は体であり、生学は用であるという中大西洋論をとっており、幸運の思想は業務派の思想と大差はなかった。だが幸運の公子改正論やアナ教国教系運動は、 当時の知識人からは、異端邪説と見られ、地球派や恩恵改革派のみならず、高所定の側近である三角党大官の王道は、孫やや、偏方派内部からでさえも反発を受ける結果となった。政大公は、最再々度の勲生を起とすると、側近の境六を直令総督兼北洋大臣に任命して、首都近郊の軍と北洋軍を統括させた。 高所定側もこれに対抗して、改革に、好意的な遠征外を候補次郎に抜擢して、新権軍の連平事務に当たらせた。正対抗派と変方派の緊張が高まる中で、変方派は軍権を握る堺六を殺害して、正対抗のいる岩園を軍隊で包囲する計画を立て、丹次駆は、遠征外を訪ね計画に参加するように持ちかけた。遠征外は、坂六と面会した際、 変貌派の岩わ包囲計画が、すでに露見していると思い、保身のため、栄六に変貌派の計画の詳細を密告した。生大公は宮中に乗り込みクーデターにより、最再イ度政権を奪い変貌派の主要メンバーを処刑。さらに、高所定を拘束して、中南海の英台に遊兵し、三度目の水連調整を開始した、露術の政変。この結果、 皇位や両啓長といったリーダー格は日本へ亡命したが、皇位の弟や丹次郎を含む6人が処刑された。彼らを呂術六君子という。わずか3ヶ月余りで聖太公は権力の座に返り咲いたことになる。聖太公は権力の座に返り咲くと、皇所啓を配立すべく、丹軍王、三位の子、不襲を大赤に擁立した己井野岳長。ただ、 高所定の配立は諸外国の反対により、実行できず、生体校の意のままにはならなかった。慎重内部においては並ぶものなき権力者で、ありながらも、列強国には、情報せねばならないことが多く、彼女は奮満を蓄積させていった。これが、後の疑和団指示へと繋がっていくことになる。台湾の学者、雷家生の説では、母術変更の間、日本の前首相、 伊藤博文が中国を訪問していた。当時、在家宣教師、李久下まだは、伊藤を真の顧問にして、権限を与えるように、憲法派リーダーの交友意に、アドバイスしていた。そこで、伊藤が到着後、憲法派の管理は彼を徴用するよう上層した。そのため、保守派管理の警戒を招き、洋高信は、日本の前首相、伊藤博文は権限を欲しいままにするものであり。 彼を徴用するのは、祖先から継承した天下を教師の礼して、人に譲るようなものだと聖大公にことしたが、歴史学者のリアラ氏は、聖大公が、楊隆しいの口を借りて言わせたものでしかなく、根拠のない話とする。聖大公は9月19日、旧暦8月4日に、岩園から資金城に入り、高所定が伊藤をどう思っているかを問いただそうとした。伊藤は、利下げまだとに、 中、米、英、日の、合法を、こう位に提案すると、それを受け、変法派管理の要不可集は9月20日、8月5日に、公所皇帝へ上奏。真はこう、我が皇帝が早く体系を決め、英英米日の参加国と固く結びつき、合法という名の修行を嫌う中で、もう一人の変法派管理の総白露も9月21日、8月6日に次のように上奏した。 利秘下げまだが来訪の目的は、中、日、米及び A と連合し、合法することにあり、時代の情勢をよく知り、各国の歴史に詳しい人材を100人ずつ選び、4カ国の軍政税務及び全ての外交関係なお、司さどらせる。また、兵を訓練し、外国の審判に抵抗する、皇帝に速やかに外務に通じ著名な重心を選抜するようう。 例えば、大学誌、理工賞を押して、利費下げまだと、伊藤博文に面会させ、方法を相談し講示さす。あたかも中国の軍事、税務、外交の国家権限に、外国人を参画させる内容である。生太校は9月19日、8月4日に、資金所へ戻り20から21日に報告を受けると、クーデターにより復権を果たし、返還自供運動派を粛清した。 この新たな研究に対しても反論が出されるなど、母術変法をめぐる生態校の評価については、論争中である。しかし、これまでの母術変法の解釈、評価と関与した人物への評価について、さらなる研究の必要性を求めることとなった。1900年に、ワダ団の乱が発生。ワダ団は、不信滅用をお標語に掲げ、当初国内にいる外国人やキリスト教徒を、 次々と襲った。成長内には、義和団を支持し、この機会に一気に諸外国の干渉を排除しようとする、主戦派と義和団を暴徒とみなし、外国との衝突を避けるため討伐すべきという、和平派が激しく対立した。義和団は、勢力が拡大するにつれ暴徒か、無差別な略奪を繰り返すようになるが、新調内部では、次第に、主戦派が優勢となり、野放しとなった。 ついには、ドイツ公使や日本公使官員が殺害されるという事態になり、諸外国は居留民保護のため連合軍を派遣。当初義和団を優勢と見た聖大公は、主戦派の意見に賛同し、諸外国に対して宣戦布復刻した。聖大公はこの時、中国の赤弱はすでに極まり、頼むところはただ人身のみと述べたという。しかし、八カ国連合軍が北京へ迫ると、 生太公は側近を伴い、北京を脱出、西安まで落ち延びた。この際、高所定が寵愛していた陳皮を、資金場内の井戸へ投げ捨てるよう命じた。義和団の乱の処理を命じられた、李工省と吉近尾益卿は、諸外国に多額の賠償金と北京への外国軍隊駐留を認める代わりに、新庁の責任は、事件の直接首謀者のみの処罰で済ませ、 生太校の責任が追及されないようにした。そのため生太校は1902年に北京に帰還し、これまで通り政治の実権を握り続けることができた。義和団の乱収決議後、遅まきながら民衆、知識人の間に起こる政治改革機運の高まりを察知した生太校は、かつて自らが失敗させた、法を基本に諸の配慮、中央における。 立法権の未付与、責任内閣制の阻止を加えた、いわゆる、交渉申請を開始した。1905年には5人の大臣を日本と欧米に派遣し、政治制度を視察させたが、李工省ら子大臣の総ずりした、中央の上級管理を政務にも参与させ議員の基礎と、する旨、また、地方の名簿化を政務に参与させ、地方自治の基礎とする、旨。 責任内閣制の準備及び上官整理を含めた新官制合わせて立憲の準備とする旨の総ずりを保留1906年に官制の変更と9年後の立憲制への移行を宣言するあず備い立憲神悟を下した1908年高所帝が崩御した翌日聖太校も72歳で崩御した生太校は死の前に 不義を戦闘帝として擁立し、不義の父や父親の王を摂政王に任命して、政治の実権を委ねた。しかし、生大校の死からわずか3年余りで、新朝は侵害革命によって倒されてしまう。2003年から2008年にかけて行われた、法医学者などによる遺体の科学分析の結果、遺体の頭髪から、蛍光致死量を上回る残留秘書。 推定等余量ではなく残留秘素が致死量を超過が検出され国家審査委員会は高所定が毒殺されたと結論付けた高所定のカルテは千件を超えているが時期のわかる記録のうち1898年9月の母術政変以前は76件で900件前後は英大遊兵以後に集中しているまた 高所帝法御前年の1907年7から8月、新五位に力ずりが月一人で見ていた期間は10年の中で唯一解放していた記録が見られる9月以降に他の五位が高所帝へ関わり始めると容体は元へ戻り、力ずりも数ヶ月でお役御免となっている。誰が高所帝を殺害したかについては様々な議論があるが決定的な証拠はなく、 不明のままである。生体校殺害説、遠征外殺害説、離恋栄殺害説、西玉鬼殺害説などがあるが、中国第一歴史団案官偏見部主任のり、国によると、生体校、遠征外、離恋栄のいずれにも可能性があるという。生体校犯人説を取る、高市領伝新録では、 死期が近づいた生太校が、高所帝が自分よりも長生きしないように毒殺したとしている。李蓮英犯人説を取る特例の A 外吸血鬼では、生太校の脅しを借りて、応暴を極めた宦願の李蓮英が報復を受けることを恐れて毒殺したとしている。袁世外犯人説を取る不義の我が反省では、母術政編で高所帝を裏切った袁世外が、 公所定が復権して、報復を受けることを恐れて毒殺したとしている諸説、いずれも決定的な証拠はないため、犯人は特定されていない。生対抗については、民間に多くの逸話が伝えられている。例えば、上に挙げた例は、根拠のない流説であると判明している。加藤通、生対抗中校新書2005年を参照のこと。ライバルの霊費の手足を切断して、 つ人としたエピソードは映画、日滝延命園、放題、生太校でも描かれているが、これは完全なフィクションである。生太校が嫉妬深いというのは俗説であり、かつてのライバルであった皆豊かみの側室たちは、危害を加えられることなく高級で生活している。前述の霊妃は皆豊かみの唯一の娘、栄安子臨校子を生んだ後、 皆豊たかどの没後も、高級で静かな寄生を送っている。同地、高所長には、霊光貴妃、霊光貴負と死費に加法され、1890年に54歳で死去した。小生高貴妃と死亡され、清志桃にある皆豊たかどの定量の悲縁に、側室たちの墓に葬られている。なお、栄安子林公主は皆豊たかどの唯一の娘として、 東大豪と西大豪に可愛がら、火の産んだ娘であるが、皇后の娘に与えられる片林公主を授けられている。また、東大豪と西大豪は、共振農園危険の娘を幼女として、宮中で育て栄樹片林公主とした。また、四春と称された四人の長期、貴機人、喜び危人、吉高人、貴人は、同地、高所長に、貧、火に加工され、 平穏な生活を送る。一方で聖太公は権力への執着が強く、同智三角が聖太公の押す、えひではなく東大号の押したアロトク氏を皇后としたことを忘れず同智三角の放御後にアロトク氏を死亡させ、また、高所定に申請を流した長期の賃貸を殺害させるなど自分を脅かす可能性のある人物を排除している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。